それでは今日が第2回目のトレーニングになります。今日のライムくんのトレーニングはこちら、クレートトレーニングを行っていきたいと思います。ということでですね、クレートトレーニングなんですけど、今ライムくん生後3ヶ月半ぐらいで体重が10キロ超え、はい、10キロ台、10キロ台何キロとか。なるほど。ということで、おそらく大きくなるだろうということで、はい、用意したのがこの一番大きな、クレート、まあ、アイリスオーヤマっていうメーカーの、中では多分一番大きい最大サイズのクレートを用意しております。エアトラベルキャリーってやつだね、はい、もうね確実にこのサイズになると思うんではい、ということで今日はこちらのクレートトレーニングを行っていきたいと思います。でライムくんは、まあ、普段から金網製のケージ、うん、こちらの方で寝てるからクレートのトレーニングも、まあ、基本変わらないと思うんで、はい、まあ、もしかしたら割とすんなり入ってくれるかもしれないんだけど、はい、ちょっとおやつを用意してやってみよっか、はい、では早速やってみたいと思います。はい、じゃあクレート開けてみよう。ガチャ、ちょもう入るやん全然入るやん。えらい、早いな。早い。何この子、警戒心ってものないのかい。すごいじゃん。うわ、えらいね。いや、すごい。結構じゃあこれは練習しとるな、これは。すごい。ケージで慣れてるから扉開いてみてても出てこないね。そうですね。ケージでも待つんで。ね、ケージで待つっていう練習ももうすでにやってるっていうことだよね。はい。生後どれぐらいからやってる？いや、もう家に来てすぐに出すときには必ず待たせるようにして、へぇー、レースの合図で出るように最初から、最初からしてた、はい、ということは生後2ヶ月ちょっとぐらいから、そうですね、家に来てからなんで。わぁ、なるほど、すごい。じゃあ1ヶ月ちょっとこういうトレーニングもやってたらもうこのように出てこない。大体は、大体は、よし。いや、まあでもリアルだね。そして、なるほどちょっとお兄ちゃん静かにしてるからさ、邪魔しないであげてくれる？あー、いいね。まあこのようにクレートが好きになるトレーニングをしていこうと思ったんですが、もうすごい、もうすでにクレートお気に入りのようなので、まあじゃあ今日は特にね、この入るっていうところに問題ないので、じゃあ扉閉めてみよっか。で、まあ、大事なのはこの扉閉めても静かに待てるのかどうかっていうのもすごく大事なポイントだし、あとはその扉閉めてる状態で、まあ、静かにできたら今度扉開けっぱなし、今度開けっぱなししてみようか。はい、開きました。あ、やっぱ許可あるまで出てこないね。この状態でリラックスできるようになるっていうのを目指して少しずつ練習していきたいかなって。でもし今みたいに出てこようとしたら扉を閉めてあげれば、間違えてるよって教えてあげれるかなと思うんで、そんな練習をしておきましょう、はい、もう一回扉開けてみようか。いいね、ちゃんとお座りで待っててるね。あ、伏せしたすごいいいね。あ、もうなんか分かってるね。じゃあこれはもう引き続きそんな感じで、はい、で、このクレートのトレーニングのやり方は別動画で、クレートトレーニングのトレーニングシリーズっていうのを上げているので、そちらの方を参考にして見ていただければと思います。ライム君はもうなんかそのね、動画通りに練習してもらったら多分バッチリだと思うんで、はい、引き続き頑張ってみてください。頑張ります。はい、どうする？どうする？
そうだ、お利口だ。お利口だね。いいね。だいぶ上手に遊べるようになってるね。いいね、いいね。前回のボール遊びが、すごい、生きてきてますんでね。うん。いい。出せばできる？ロス。うん。おー、完璧。完璧だね。よしよし。あ、ロスは？ロス。そうだ。えらいなぁ。えらいなぁ。オッケー。いいね。はい。ということで、今日のライムくんの練習は、クレートの練習と、そしておもちゃ遊び。前回ちょっとやった、おもちゃをね、持ってくるっていう風に、どういう風にすれば、持ってきてくれる子になるのかなっていう練習を踏まえた上で、今日はちょっとロープ遊びやってみたんですけど、はい、次回はですね、ついに散歩編っていうところをちょっと動画で撮ってみようかなと、次回はそんな動画をお届けできたらと思います。じゃあまた次回もよろしくお願いします。お願いします。さようなら。